ジョージ・タロージョー・サカド、1921年2月19日から2015年12月2日は、日系アメリカ人のアメリカ陸軍第442連隊戦闘団一等兵、第二次世界大戦時の活躍により、名誉勲章受賞者となった、カリフォルニア州に生まれる、太平洋戦争の勃発を機に、強制収容を回避するために、一家で、 アリゾナ州に引っ越した。その後は軍に参加して、1944年10月29日より、第二不評大隊 E 中隊の一員となり、同日に、フランス北東部のビフォンテーヌにて、軍隊長が戦死した直後には、軍隊の指揮を取り、敵の陣地に突撃した。一連の功績によって、坂戸には、主君十字章が授与されたが、1990年代になって、 すべてのアジア系アメリカ人の主君十字章受章歴を再調査したところ名誉勲章に格上げされることとなった。2000年6月21日にホワイトハウスで取り行われた式典においてビル・クリントン大統領から名誉勲章が贈呈された。コロラド州デンバーで死去。坂戸が受賞した名誉勲章には下記のように記されている。 2009年2011ジョージ T 坂と一等兵は1944年10月29日のフランスビフォンテイの近郊における作戦中の際だって英雄的な行動によってその名を残すこととなった。彼の正体が二つの敵の防御線を事実上突破した後、彼の部隊は激しい敵の砲火によって身動きができなくなった。敵の砲火をものともせず、 坂戸伊藤兵は単身突撃を決行し、彼の正体が敵の防衛拠点へ突撃、破壊することにつながった。正体が立て直しを行っている間、彼は分隊長が戦死した左側補からの反撃を阻止することを提案した。分隊を指揮し、敵の組織化された攻撃を阻止するべく、敵のライフルとワルサー P38 を使用して、激しい攻撃を続けた。 この連続した行動の間、彼は12名を殺害、2名を負傷、単独で4名の身柄を確保して、正体が34名の捕虜を連行するのに貢献した。簡単なく敵の放火を顧みない彼の勇ましい、度胸とファイティングスピリットによって、彼は間近に迫った敗北を勝利に変え、彼の正体がその使命を完遂するのに貢献した。 坂戸伊藤兵の類いまれな英雄的行為と任務への忠誠は軍隊の最も崇高な伝統を維持し、また彼、本人やその部隊、ひいてはアメリカ陸軍への大きな信頼をもたらすものであった。ありがとうございます。